この番組はスーパードクターに扮した折茂社長がレバンガ北海道を B リーグ屈指の人気強豪クラブにするために選手スタッフを診察、視聴者の皆さんと一緒にレバンガの健やかなる成長を願う番組です。題してドクター折茂のレバンガホスピタル。ドクター佐古ヘッドコーチの就任が発表になりましたね。盟友とのタッグ楽しみすぎます。まあ僕もワクワクしてます。はい、そんな新シーズン期待のお二人、はい、レバンガの顔となるお二人が今日は診察を待っています。はい、飛び込みお願いします。はい、どうぞ。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。新シーズンのキャプテン&副キャプテンコンビです。まずは恒例の消毒から。お願いします。失礼します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まずは新加入ということで、うん、はいはい、平園選手を徹底解剖していきたいと思います。そうなのよ、俺も知らないのよ。そう、ね、あのプレーは知ってんだけど、はい、あのプライベートとか当然性格とかも何にもわからないので、今日聞いていきましょう。どんどんプライベートな面も引き出していただければと思います。はい、まずは北海道生活はいかがですか？そうですね、あの北海道に入った当初本当に夜が寒くてすごいちょっとびっくりしたっていうのは印象なんですけど、まあ、最近はこの北海道の気候にも慣れてきて、まあ、昼は暑いし夜はちょっと涼しいっていう感じでだんだんとちょっと慣れてきた感はありますね。ドクターはもう北海道生活長いですけれども、いやもう長いけど今の回答、わあ真面目だね。いいね。なかなかうちはそういうね、あの普通に答えてくれる人がいないからね。ありがたい。まあまずは1年間あの冬を越して一人前だから、うん、そして初めて道民になるみたいなね。寺園選手、ちょっと異様な雰囲気でこんな白衣を着てるんですけれども、ホスピタル、病院という設定でして、もう橋本選手には4回も来ていただいています。病院に4回も通院がもう かなりもう通院してます。で毎回処方箋というのをお出ししていまして、はい、そちらご紹介します。はい、まあ、例えば継続であったり、まあ、ほぼ見つからないなんて時もありましたよね。橋本選手、何かこの処方箋で生きたものはありましたか？まあ常にあの言われたことはしっかり やってるつもりです。あ、ドクター、あのね、キャプテンだし、そんなあれなのよ、あの処方箋がないのよ、正直言って。あのね、他がひどすぎる。ちょっと、うん、桜井選手にはしっかり毎回出してますよね。あ、もうね、あいつが一番ダメなんだ。本当にこの差がいいんですよ。あのベテランの差が、そうそう、もう問題児がね多すぎるから、このチームは。寺園選手徹底解剖ということで、うん、気になる情報を仕入れてまいりました。こちらです。うん、新加入寺園修斗選手を徹底解剖。レバンガ北海道移籍の決め手はなんと橋本選手の下でプレーをしてみたかったから。その真相とは？橋本選手とプレーがしたい、そこが決め手だったそうです。うん、真面目にあの答えると学ぶものは多分いっぱいあると思う。うん、あのやっぱね、技術っていうよりもメンタル面、うん、そこはやっぱり彼はの一番ほら得意分野でもあるから、個人じゃなくてチームをどうしていく、どういういい方向に持っていくかっていうね、そういうところも含めてあのたくさん学ぶところはあると思うので、まあまあこれは非常にいいことだと思うよ。今お隣にその龍馬さんがいらっしゃいますけれども、やっぱり僕昨シーズン3年でキャプテン1年間やらせてもらって、まあ、その時にやっぱりまだまだキャプテンとしての力はないなって感じて、まあ、その時にどうやってチームを持っていくかって学ぶ、それを学ぶのはやっぱり龍馬さんの元がいいかなと思って移籍する決め手になったんですけど、そのチームメイトに対する声かけとか、その雰囲気の作り方とか、やっぱすごいなって思うところがあるので、本当に移籍してきてよかったなっていうふうには感じてます。橋本選手いかがですか？嬉しいですね。まあ、終わってみて本当に良かったなって思えるような1年を一緒に過ごせたらいいと思いますし、
2人で切磋琢磨していきながら真面目な話でいくとやっていければいいと思います。はい、ドクター、なんか素敵なご関係ですね。いや、いいね、そういうのはね、うん、俺に憧れてるやつはほぼいないからね本当にちょっと今日は処方箋ノーコメント、ノーコメントノーコメントで寺園選手を徹底解剖。2つ目は玉木選手とはゲーム友達。いや、これね、ちょっと問題だね。あらこれさ、もう家の中にいるってことでしょ、これ。これはダメだね。それは玉木が家の中にいるってことがダメってことですか。ああ、ダメ。やっぱりほら、外に出ないと。ああ、そうですね。だってまだ若いんだしさ。はいはい。ゲーム好きなの？そうですね。あの、コロナ期間にちょっとハマってしまって、うん、去年3円に特別指定でいた井上総一郎っていう選手がいて、その筑波のつながりで玉木とやる機会があって、まあ、ちょくちょくやったりしてて、で今こっちに来てからもう一緒にやったりしてるんですけど、うん、オンラインかなんかで。そうです、オンラインで。ゲーマーかまあまあまあ、いいコミュニケーションになるね。まあまあまあ、コミュニケーションになるかまあその終わった後に次の日こうちょっと話したい。いや、まあまあ、まあまあ、俺もほらそれで若い選手とついてね、はい、コミュニケーション取ってたから、関野と関野すごいゲームしてたのよ。あいつとね、ゲームばっかりやってたのもうん、それでコミュニケーション取る。まあいいか大事です、大事です、うん、大事大事、はい。あの日次回、寺園選手の自己紹介からスタート。 My name is シュート寺園しか言えないっす。いいや、そういうのいらないんだよなチャンネル登録はこちら。